皆さんこんにちは、ビールジェンの染田です。ビールジェンの管理栄養士の布目です。はい、ビールジェンの上野です。皆さん今日もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。今日は何ですか？今日はそうですね、トレーニングでしないっていう方が、私もプロテイン飲んでいいですかみたいなお問い合わせが結構あったりするんですよ、うん、今日はその辺についてこうお話ししていきたいと思います。なんかその辺で言うと、やっぱりトレーニングしないで飲むと太るんでしょみたいな話もね、うんうんうん、すごく多く聞かれますしね、はい、だからそこをちょっと今日は管理栄養士布目さんが切り込んで、そうですね、お話ししていきたいと思います。はい、行くと私もなんか最近よく電話とかでも受けるんですけど、やっぱ女性の方から結構聞かれることが、うん、多かったり、あとは怪我したりしてトレーニングができないっていう男性とかから、うん、そういう時でも飲んだ方がいいのって聞かれることはちょこちょこありますね、うんうん、なるほど。結論からいきましょうか。それどうですか？そうです、僕はもう完全におすすめ、飲んだ方がいいと思います。私も飲んだ方がいいと思います、はい、私も飲んだ方がまあそうですね、これはやっぱり作ってる側としても、やっぱりそのまあタンパク質っていう側面、それでなおかつこのパウダー状のプロテインっていうところ、このやっぱり両方の意義としておすすめできるのかなというふうには非常に感じて、普段から作っております。はい、まあそもそものところで、タンパク質が食事の中で足りているのかいないのかというところを、運動をしていない方でも、ちょっとこう振り返って、見たときに、足りていない場合、やっぱり足りていないのであれば補った方がいいですよねというところはあります。で、布目さん、この運動してない方だと、大体1日タンパク質、体重あたりどれくらい？ 1g ですね、うん。どの世代も大体そうですね。まあ、成人でしたら、まあ自分の体重かける 1g が、推奨量になってますね。60キロの方だと 60g 必要だと。そうですね、はい。で、まあ1日3食の方だと、うん、それぞれ 20g ずつくらいタンパク質を果たして食べれているのか。うん、そうですね。うん、結構ね、朝とかそうですね。そう、朝起きて実は朝食抜いてますと、それだけで 20g 分のその食べなきゃいけないものを食べれてチャンスをロスしてるわけ。そうですね。そう、うん、でなおかつ、まあ例えばコンビニに入って昼間はパスタで済ますと、うん、そうなっても多分パスタも比較的炭水化物の中ではタンパク質多いようなイメージですけど、それでも知れてますよね。そうですね、やっぱ全然足りないですね。やっぱ一食で 20g のタンパク質取ろうとすると、うん、お魚だったら大体一切れですし、うん、お肉もまあ1人前ぐらいの量が必要ですので、なのでそれぐらい取れていないってなりますと、まあ不足してますね。そもそも足りてないとどうなんですかね。まあ、タンパク質ってその、まあ、いつも言うんですけれども、私たちの体の、まあ、いろんなものを構成している材料になってるんですよ、うん、髪の毛、とか皮膚とか爪とか、あとは血液もそうですし、あと神経伝達物質とか、あと消化器官ですとか、そういったものもタンパク質が材料になってるんですね、まあ、骨もそうですね。なのでまあタンパク質が足りてないってなると、まあ、いろんな体の調子が整わなくなったりですとかっていうことが、考えられます。で、まあ、精神科医の先生とかでもですね、まあ、患者さんにプロテイン1日2杯飲みなさいというふうに、まあ、推奨してくださってる方もいて、で、まあ、その先生がおっしゃるにはですね、まずその薬を処方しても、まあ、食事がしっかり取れてなくてタンパク質が取れていないと、そういう消化器官とかも、まあ、ちょっとちゃんとしていないというか正常に働いていないような状態なので、薬の効きも悪い、消化吸収がしっかりできないというところで悪いみたいで、なので最初に、まあ、プロテインを取ってもらって、まあ、プロテインってタンパク質ですので、それを取ることによって、まあ、体が整ってくる、中身も消化器官とかも整ってくる、そうすると薬の効きもぐんと変わってくるというふうにもおっしゃっていて、確かに本当その通りだなと思って、
で、まあ、その他にそういう神経伝達物質とかも、まあ、タンパク質が材料となって作られているので、まあ、正常に神経伝達ができるようになると、まあ、考えとかもポジティブになれたりですとか、まあ、そういったことも本当に確かに理にかなっているお話だなというふうに思って、まあ、そのちょっと精神科医の先生からお話聞いていたんですけれども、なので本当に運動するしないに関わらず、そもそも人の体自体がタンパク質が本当にいろんなものの原料になってできているという点から考えても、やっぱタンパク質って重要なんじゃないかなって、不足するのって良くないんじゃないかなって思いますね、うん、なんかその辺で言うと、やっぱりこういきなりその例えば体調がいきなりガラッと崩れたりとか、いきなりこう、まあ、先ほどの精神的な話でいきなりネガティブになったりっていうような変化がガラッとあるのであればまずいなというふうな感じはあると思うんですが、タンパク質が足りてなくて起こるそういうのっていうのは徐々にだと思うんですね。で、気づいたらなんか調子悪くなってた、うん、気づいたらなんか知らないけどはちょっとネガティブ思考になってたとか、うん、でそれに対して徐々になっている点で、それがタンパク質足りてないからっていう風な、タンパク質が不足しているのが原因だという風な思考には正直なりにくいと思うんですね。そうですね、うん、で逆にそういう人たちがちょっとでもプロテインを飲み始めて、タンパク質を十分に摂取できるようになり始めて気づくことで言うなら、前より調子がいいとか、前より疲れなくなったとか、なんかそういうポジティブになったっていうような変化は感じられるものだと思います。なので、まあ、心当たりは正直ないにしても、食事を振り返ってみて、うん、あ、これはもしかして足りてないのかもしれないと、まあ、先ほど言ったその体重 ×1g で、うん、足りてないかもしれないと思ったら試してもらって、そこで変化を感じていただくというのは一つ手なのかなと思いました。で、逆に、まあ、体重 ×1g とはいえ、そこからまあ、多少超過しても、多く取ってしまっても、まあ、ここも言い方難しいと思うんですけど、やっぱり何かしら問題が起きるかと言われれば、その辺はどうなんですかね。そうですね。やっぱり一番考えられるリスクとしては、まあ、タンパク質って肝臓とか腎臓で処理をするので、まあ、肝臓腎臓に負担がかかるんじゃないかっていう、まあ、実際、まあ、腎臓病の方とかってタンパク質制限があるので、確かにそういった方が過剰摂取するのは良くないと思います。で、まあ、そもそもそういう方って普通の推奨量よりももっと制限された数値でタンパク質摂取しているので、もともとそうなんですけれども、でただまあそのタンパク質の過剰摂取っていうのは、まあ、そういったことを引き起こしかねないっていうリスクはあると思います。ただ厳密にじゃあどれぐらい過剰摂取になったら必ずそういった疾病を起こしますよっていう数値も実はまだ明らかにはなっていないところで、でもまあ過剰摂取あまりしすぎるのは良くないですよっていうのはあるんですね。でその過剰摂取っていうのもですね、まあ、長期間にわたってすごく取りすぎてしまうとっていうのがまあ前提なので、例えばまあ1日2日とか少しオーバーしたぐらいとかではまあ、そういったことっていうのは考えづらいかなと思うんですよね。ただまあその辺も個人差があるので、ちょっと飲んでみて自分で調子を見たりですとか、まあ、ちょっとそういった数値とかで健康診断とかの数値とかに出てきて、あ、良くないなって思ったらそこは調整もちろんしていただきたいんですけれども、なので、まあ、よく病気だったりですとか、まあ、ちょっと元気がないっていうような人ですと、まあ、栄養足りていない可能性があるので、そういう時とかも、まあ、多めに取っていただくのいいと思いますし、なので大幅にすごく超えてってなるとちょっと過剰になりがちだと思うんですけれども、まあ、自分の体重 ×1g を、まあ、少し超えたぐらいでしたら特に問題はないんじゃないのかなというふうに思いますけれどもね。不足するリスクってやっぱ怖いので、少し多めでもいいと思いますけど、そこは厳密にはもう絶対これ超えたらダメっていうことはないと思いますね、うん、まあそれも踏まえてね、まあ、そういう背景があって我々はおすすめしてますよというところが一つ今回のまあ結論ではあると、うんうん、
で、これは結構そのタンパク質をしっかり取ってる人と取ってない人で、やっぱり私自身、まあ、運動もした上でタンパク質もしっかり取ってる、方の人間なんですけど、肌とかは結構露骨にやっぱり違うかなというのはありまして、タンパク質を優位に取ってる人は肌がやっぱり綺麗だと。で、特にその、まあ、ボディビル仲間だとみんな日焼けして黒いんですけど、その割に肌綺麗なんですよ。だからそういうところで、確かにみんな綺麗ですね。で、確かにそうですね。そうなんですよ。だからそれは結構サガサガしていませんね。そうなんですよ。確かに たまにちょっと日焼けでその、うん、なんだ、焼けすぎちゃって、そうそう、焼けすぎてちょっと皮むけちゃってる人はいるんですけど、乾燥しちゃう人もいるんですけど、でも全然結構そこは普通に多分運動をしてなくて、うん、タンパク質が足りてない、まあ、言ってしまえば女性とかに比べて実はツヤツヤしてたりっていうのもあるので、そう、それだけでもね、なんかその辺の改善を期待したいなと思う方にはおすすめかなと。あと髪とか爪とかもすごく僕、ね、爪が特になんかすごく強くなったかなっていう、本当ですか、個人的にはあ、そうなんです、感じますけどね。あ、でも、はい、僕はどうだろう、私もすごい爪もろくって、うん、まあ、最近やっぱりこう職業からあんま伸ばさないっていうのはあるんですけれども、うん、確かに爪2枚爪で割れやすかったんですけど、少なくなったような気がしてます、うん、言われてみると、まあやっぱりメリットがあるのかなと、うん、でもまあ運動しなくて飲むっていうのも一つなんですけど、うん、まあ、せっかくならやっぱり運動ってやっぱり相性のいい栄養素の一つなのかなというふうな形、考えは正直持っているので、もちろん、ね、そこはそうですね。なので、まあ、うん、運動しなくて飲むのはあれですが、ちょっと運動してみませんかっていうのもおすすめしたいなと思います、うん、そうですね、まあ、筋トレじゃないにしても、うん、一駅出勤の時に通勤し歩いてみたり、うん、そうなってくるとなおのことやっぱりタンパク質の足りなさと、うん、タンパク質を取った時のパフォーマンスの良さも感じられると思います、うん、そうですね、より有効に、まあね、皆さんその健康でありたいというところは絶対共通しているところだと思うので、まあ、いろんな生活習慣病の予防もそうですし、まあ、運動と適度な栄養摂取ってすごく大事な組み合わせだと思うので、まあ、特に本当に運動とタンパク質って組み合わせがいいですし、まだまあ、そういった面もあれですし、人にもとっていただきたいですし、普通に、ね、やっぱちょっと筋トレとかそういうのとちょっと結びつけがちなんですけれども、そうじゃない人にとってももうやっぱタンパク質っていう栄養素で考えてもらうと、本当にもうそういった枠なしでいろんな人にとって必要な栄養素、それでいて吸収もしやすいですし、手軽に美味しく摂ることもできるので、本当お年寄りにも摂っていただきたいと思いますし、いろんな本当にいろんな人にご愛いただけるものじゃないのかなというふうに思いますね。お年寄りで言うと、うん、それこそもうタンパク質をお肉や魚からしっかり摂るにしても内臓自体がもう弱ってる方が多かったりするじゃないですか、うんうん、そうなってくると分があるのはこっちなのかなっていう考え方もできますよね、うん、もうよりその食品というよりもプロテインを摂る意義で言うならお年寄りの方が実際はあるかも、うん、かも、私も結構そこは思ってるんですが、うん、ね、うん、そこのポテンシャルはかなり高いと思います、うん、で逆にそのまあそのね消化吸収がちょっとやっぱりだんだん弱くなってくるってところももちろん年を重ねるとあると思うんですよ、多分多いと思うんですよ見てる人も、いや私だってあれですもん、やっぱちょっとまあ、ちょっと年齢言うとあんまりなんですけど、まあ、ちょっとある年齢を境ぐらいですね、ちょっと焼肉とか油がちょっときつくなるとかそうですね、たくさん食べれなくなってくるんですよ、うん、そうだけどな、まあ、その辺もやっぱりその、まあ、プロテイン飲むことによって飲みやすいし負担がかかるずに飲めるので、飲むことによってタンパク質しっかり取れて、それで、まあ、そういった消化吸収胃腸とかそういったものも整ってくると思うんですよね。それによってまた食べる量も増えれたりとかっていうメリットもご高齢の方だとあるのかなと思って、あとあれなかったでしたっけ、うん、もう単純にその運動云々でとかじゃなくて、うん、ダイエットでプロテインを飲むことによってその食欲の抑制みたいな話ってなかったでしたっけ、うん、ありますね、食べる前にってことですよね、うん、まあそうそう、プロテインを飲んでる状態と飲んでない状態で、うん、でいうと飲んだ時の方がまあそんなたくさんバカスカ食わなくてもいいよみたいな話があったと思う、どっかにあったと思うんですけど、そういうのも含めてね、やっぱり今のところ、うん、いいことずくめ、うん、いいことだけ言ったらやっぱりね、あんまりやっぱり
ダメだと思うんですよ。悪い面もやっぱり言っとくべきかなと思うんですけど、うんうんうん、タンパク質やっぱりたくさん摂るとその分腸内環境のケアは大事ですよ。あのその分野菜を摂りましょう、水分摂りましょうみたいなところは、うん、気をつけてもらえたらさらにいいのかなとは思いますが、うんすね、どうでしょうか。善玉菌がね、あの悪玉菌が増えやすくなるので、確かにおっしゃる通り、あの乳酸菌ですとかね、ヨーグルトとかもそうですし、そういう胃腸にいいものっていうのも、うん、あのやっぱり同時に取っていかないと確かにそういう弊害も出てきかねないので、うんはい、おっしゃる通りです。あ、よかったです、はい。こんなところで、じゃあ染田さん締めましょうか。そうですね、そろそろ今回は。そういたしましたらね、よろしいですかね。いつものですね。はい、いつもの行きましょうか。こちらの動画が良かったら、グッドボタン、チャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いいたします。はい。それでは次の動画でまた会いましょう。さよなら。